名勢力は、鹿児島県大島郡瀬戸内町出身で、立浪部屋所属の現役大相撲力士。本名は、川畑昭。夫。身長180センチメートル、体重149キログラム、血液型は、大型。最高位は、西小結。好物は鶏飯。嫌いなものはトマト、果物。お気に入りのリラックス方法はガム。同部屋の波満力は最重低。 相撲が盛んな土地で相撲好きの父親の下に生まれた川端少年は5歳の時に地元の相撲道場に通い始めた。しかし、瀬戸内町立笹川小学校に入学したばかりの1年生の頃に道場は活動停止となり、一旦は相撲を離れることになった。しかし、2年生の終わりから隣町の相撲道場へ移籍して、 相撲の稽古を再開すると相撲付けの日々を送るようになった。家族や周囲の人間の存在を励みに稽古を重ねて3年生の頃には力士を志すようになり、6年時の全日本小学生相撲優勝大会では優勝の実績を持っている。しかし、瀬戸内町立笹川中学校在学中は全国大会出場経験はあっても、 タイトル獲得などの実績がなかったことで、プロでは通用しないかもしれない不安を抱え高校、進学を検討したこともあったが、父親に一括されて大相撲入りの決意を固めた。時は、大相撲やお帳問題などの不祥事に揺れた頃であり、新弟子検査を受けても初土俵を踏む、はずの本場所が中止になっている頃であったが、立浪部屋に入門し、二千十一年五月、議場審査場所で、 初土俵を踏んだ。入門したばかりの頃、不祥事を受けて引退した、もう苦から学び、本人も重量昇進時に、あの人の口癖は、我慢でした。稽古も我慢できる人が強くなる。我慢すれば見えてくるものもありましたと振り返っている。同期生には、千代大流、照ノ富士、上高流ら高校、大学を卒業した、同期生も多い中で前相撲和に連勝の一番出世を、 決める。その後も三段目初昇格の場所こそ負け越したが、入門から2年足らずで2013年1月場所では、早々と幕下昇進を決める順調な出世となった。しかし腰のヘルニアを患い、幕下に定着することはできず、一年半ほどは三段目との往復をしばらく続けた。ヘルニアを理由に引退しようとも思っていたが、父からはそんなもんか。好きにしろ。 やめたら家には戻ってくるなよ。と突き放され、心が折れそうになった時は気持ちが弱いんだ。と叱責された。その後健康な肉体を取り戻し、独学で食事法やプロテインの摂取法を学んだ結果として、体重を増やすと2014年5月場所に3段目で6勝1敗の大勝ちをしたのを最後に幕下へ定着すると、同年11月場所では、 幕下15枚目以内の番付も経験した。この頃には10代で関取を目標として掲げていたが、20歳を迎える2015年7月場所を幕下で負け越し、目標は達成できなかった。それでも親孝行をすることをモチベーションに2016年は3月場所から連続で勝ち越した。同年8月の夏巡業には一門の総帥である。 高野花巡業部長の付け人として帯同し、部屋には一人もいない関取衆とも稽古を積んだ。直後の9月場所は、東幕下3枚目の地位で迎え、最後の相撲となる14日目の重量、朝弁慶戦に勝って4勝3敗の勝ち越しを決め、場所後の番付編成会議で、翌11月場所の新重量昇進が決定した。新重量昇進会見では、 何度かで稽古に行った先である伊勢ヶ浜部屋で、行くたびに、春馬富士から声をかけられたことについて語っており、チャンスは誰にでもある。ただ何回もやってくるものじゃない。次に、いつ来るかもわからない。来たチャンスを自分で掴みなさいと言われたことが、関取昇進につながったという。その新重量の場所は、5分まで持ち直すことはあった。ものの一度も白星先行とすることはできずに、 重量の壁に跳ね返されて5勝10敗の大敗に終わった。2017年1月場所は1番相撲から2連敗し、3勝3敗で迎えた7番相撲を勝って4勝3敗。3月場所は1番相撲から5連勝で、関取復帰を決めるが、残りを2連敗して5勝2敗。帰り重量の5月場所は9勝6敗と、関取の地位で初めて勝ち越した。 同年10月5日に行われた秋巡業8000大場所では、申し合いを16番行った。11月場所は東重量4枚目の地位で7勝8敗と、負けコスも、翌2018年1月場所は、半枚加工にとどまる西重量4枚目で8勝7敗と、勝ち越し、巡業でも、積極的に土俵に立った甲斐あって、成果を残した。 2018年7月場所で新入幕を果たすも6勝9敗の負け越しに終わり、10両へ転落した。11月場所で2度目の入幕を果たし、この場所は13日目に勝ち越しを確定させ、9勝6敗。続く2019年1月場所は、千秋楽に勝利して8勝7敗の勝ち越し、自身初の幕内での連続勝ち越しを果たした。3月場所は、 自己最高位の西前頭11枚目。序盤は2勝4敗と負けが込んだが、そこから6連勝で一気に勝ち越しを決めた。13日目は、この場所2敗と好調だった元を大関、こと正区を上手出し投げで転がし、7日目から7連勝で9勝目を挙げたが、そこからは実力者の壁山、遠藤にが進べなく連敗し、9勝6敗でこの場所を終えた。またしても、 自己最高位を更新した夏場所は、西前頭7枚目。苦戦も予想された。実際、初日から3連敗するなど序盤は、負けが込んだが2勝4敗で迎えた7日目から後、連勝で勝ち越しにリーチをかける。休近相撲の12日目の相手は、この場所関分けに転落し、ここまで9勝を挙げて、あと1つ勝てば、規定により大関に復帰できる。 土地のに優位と思われたが、低い立ち合いから左を刺して一気に走り、寄り切る解消で、自身の場所連続の勝ち越しを決めて、いっぱい稽古をつけて幕内に引き上げてくれたのが、土地の新関。今日はそれを全部出せたと、満足そうだった。この場所はこれ以降も白星を重ね、10勝5敗と、幕内では、自身初めての二桁勝利を達成した。七月場所は、 自己最高位をまたまた更新し、東前頭4枚目と上位とも対戦する番付となったが、初日から6連敗を起死するなど不調で、4勝11敗と跳ね返された。この場所9日目には、結びの一番で横綱、角竜に挑んだが、左四つに組み止められて敗れた。西前頭10枚目に番付を下げた秋場所は、序盤から好調であり、9日目に、 琴と正区を救い投げで破って、勝ち越しを決め、優勝争いでもトップに躍り出た。しかし、翌日以降は3連敗を喫するなど、やや失速し、先週楽この場所主君賞を獲得した朝野山を、諸差しから寄り切って解消し、10勝目を挙げたが、3勝受賞は見送られた。それでも、この場所の相撲は、高格化から高評価を得た。続く11月場所は、 自己最高位を西前頭2枚目に更新。この場所は初日に大関から陥落した土地の芯を鮮やかな下手ひねりで転がし、二日目も小結びの遠藤に勝利。三日目は大関鳥の御嶽海に敗れたが、四日目は勝利し、五日目は大関高安の突っ張りを必死にしのぎ、最後は腕ひねりで転がして、自身初の大関戦勝利を挙げた。しかし、 翌日の横綱、白鵬戦に敗れるとそこから4連敗するなど負けが込み、結局は13日目に負け越しが決まり、6勝9敗だった。先週楽の取り組み後、本人は悔しいです。今は、それしか出てこないですと、悔しさをあらわにしていた。12月28日の部屋での稽古で、左上腕部と肘の筋肉を部分断裂。 2020年1月3日の時点では、1月場所の出場に関して、大丈夫。まあ出るつもりでやってますと断言を避けた。しかし、1月場所は7日目で1勝6敗と怪我の影響で、成績不振となり、中日に日本相撲協会に、左上腕2頭筋部分断裂で過両中。本日より1月場所の休場を要するとの診断書を、提出して休場した。 師匠の辰波は痛み、炎症がある。本人ができる限りやりたいと言っていた。それを尊重したかったが、昨日の一番でこれ以上は無理と判断したと説明。7月場所は重量に陥落したが、場所中は左上腕の怪我が癒えている様子が伝えられた。この場所は10勝5敗とし、6人の優勝決定戦を、静止自身初の格段優勝を果たした。 決定戦初戦で、千代のスメラを破り、共栄戦では、同じ立浪部屋の豊か昇竜、アクアとの対決が実現し、いずれも勝利した。優勝に際して明声は、場所前から3人で決定戦ができたらと話していた。すごく嬉しかったと笑顔を見せ、体を作って、また、横綱、大関と戦いたいと意気込んだ。幕内復帰を果たした9月場所以降は、勝ち越しを続け、 2021年3月場所では、東前頭3枚目となり、上位に再進出を果たした。その3月場所では、初日に小結、高安を破るが、5日目までは、黒星先行であった。しかし、6日目以降は、大関の正代、高啓勝関脇の高市の勝ちを破る活躍を見せた。参照先行委員会で、 千秋楽の勝利を条件に関東賞の受賞対象となった。千秋楽では剣賞を破り、自身初の三賞となる関東賞を受賞。10勝5敗で場所を得た。5月場所では2日目に大関朝野山を破るも10日目の時点では4勝6敗と黒星先行であった。しかし、11日目から4連勝し、8勝7敗で場所を得た。 得意技は、左四つより。新十両昇進時の報道によると、スピードと腰の重さを活かした取り口を磨いていたという。上手からも下手からも投げを打てる面もあるが、抱えたり救ったりすることは少ない。2019年9月場所11日目の石浦戦で、見せたような腹を出して刺しながらの右の、おっつけは、荒磯から、基本の相撲ではないが稽古した人間にしかわからない。 相撲と評された。四つ相撲の取り手だが、面相撲の傾向があり、2019年、1月場所などは、初日から2連敗、3日目から6連勝、9日目から5連敗、14日目から残りを2連勝と、白星か黒星が必ず連続していた。立ち合いでは相手に先に手をつかせてから自分が手をつく。相手が横綱でもそれは変わらず、2019年、 11月場所6日目の白鵬戦でも白鵬に先に手をつかせた。これに関して18代藤島は上位とやるときは若い野球が先に仕切って待つのが普通。礼儀としてわきまえてもらいたいと批判した。2021年5月場所終了現在。ありがとうございます。